頑張っていきましょう。おはようございます、社長。おはようございます。本日はプライドジャパン、決勝戦ということで、これに勝てば次何大会でしょう？次は関西大会です。そうです、関西大会に向けて本日の試合の意気込みをお願いいたします。まあ、あれいつぶりだろう。プライドジャパンの決勝って2019年かな、うん、初めて参加した時ぶりなので、4年ぶりに決勝まで来ました。今日必ず勝つと信じてます、うん、ぜひ今日勝って、はい、関西大会の切符を手にしてください、はい、全力で応援します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ先に点取って優位に試合持っていきましょう。よし、社会行こう。はい、頑張っていきましょう。今2回表が終わったところですね、はい、どうでしょうか感触は。いや、いい流れです。1点先制して、はい、ここからでしょう。守り先頭ね、はい、じゃあ守っていきましょう。はい、先頭大事に行こう。先頭
6回表、ドリームチームの攻撃です。追加点になるか。1対0で、さあ誰や、決めていくよ、早く来るぞ。これで取られちゃうと逆転負け。ガイア、ハイダー、ハイダー、ぜひともサード、呼んどけ、サードこのまま走って守り、1個しか来てない、サード行きましょう。よいっ、俺といつもいっぱい来るのに。はい、よっしゃー、はい、行こう。はい、行くなー、北岡さんで、大丈夫。よっしゃまずは関西大会出場おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今回の試合振り返ってどうですか。いやー、 1-0 しかも初回の1点だったね。いや、あの1点本当でかかったですね。後半もう1点ぐらいちょっと取りたいところでしたが、うん、いやいや、お互いにいい攻めと守りあったんで、なかなかこう一進一退が続きましたけど、守りきった。守りきりましたね。もう最後本当見てる方もハラハラドキドキ。いや、面白かった、面白かった、すごく面白かった。 1-0 やけどチャンスもピンチもあったんでね、楽しかったです。さあ次は関西大会、はい、意気込みをお願いします。いや、もうまだまだ上を目指したいって言いたいところですけど、一つ一つしっかりとやっていきたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。